はい、えー、タコさん今回の補足動画なんですけどもこの「一人家族」っていう、ね、概念は多分ね多くの方があまり考えたことがないんじゃないかなと思いますでも私はですねまあ一時期生涯を一人で過ごすって決めた時期があったんですけどもその時に一人家族っていう、ね、考え方を強くこの心に持ったんですよねそれ具体的に言うとどういうことかっていうと自分をどのぐらいねあのお迎えできるかってことなんですよ 例えば自分が家に帰った時に自分が自分を迎える準備をどのくらいして出かけたかなってところを考えながら、まあ、部屋の整理をしたりねそれから食材の準備をしたりとか快適なお風呂をこういうふうに演出したりとかね、えー、だから普通の賃貸のそんなに狭くあ広くないお風呂にあの何ですかね動物の口からお湯がジャーッと流れるようなやつが機械があるんですけどそれをね設置してみたりとかしたんですよ。 まあこれはね、今でも売ってると思いますけど、そんなに高くないんですよ。多分3000円前後ぐらいで、あの、お風呂の水を吸い上げて、吸い上げた水が、まあお湯ですね、お湯が、ライオンの口から出るようなね、まあそういう風なね、リまあ、ループするようなね、そんな面白い機材がありまして、それによってね、ちょっと豪華さを演出しみたりとか、あとはお風呂の中にね、あの、このお酒を飲む環境をポンと入れてですね、お風呂に入ったままでもこうやっておちょこでね <laughs>、 温泉みたいにお酒が飲めたりとか当然温泉のもとはいいやつをダーッと入れたりとかねそんな演出をしたりとかしてもう毎日自分が家に帰る時に旅館に帰るようなそんな感覚だったりとかでお盆もねものすごく漆塗りの凝ったやつにしてそのお盆に小鉢をいっぱい載せてみたりとかねそういう風な料理をして食べる時になんかこう旅館のね夕食を食べるかのようなもしくは旅館の朝食を食べるかのようなまあそんなね喜びとかあとはね セルフバイキング一人バイイキキンンググ一人っっていうのもやったことがありますあのよくホテルに泊まるとビュッフェみたいな感じでバイキングですよね、まあ、いろんなものを、ね、好きなように選べるみたいなああいうコーナーがあると思いますけどもそれをね一一人人暮らしのの時に自分一人でやったみたみいなのがあります <laughs> あの詳しくはあの結婚できない男阿部寛さんのシリーズを見てなければどんなイメージか分かると思いますけども私もね一人をどのように楽しむかそして自分という家族一人家族をどのように演出するかってことを結構ね ドハマリしててやってた時があるんでですよでそこから特化してあの当時にはそんなになかったんですけどもね前回お話したオリエント工業のその可いい女性のね素敵な女性のその1分の1フィギュアってものを家に迎えることによっていつでも誰かが迎えてくれているって環境を作ることもできたりとか例えば外にねあとユニクロとかアパレル買いに行くじゃないですかその時にあ家で待っている彼女のためにもあちょっとキャミソールでも買っていこうかなとか。 新作のスカートかから買っていこうかなと寒くなっていたからコートを買っていこうかなって感じでそういったもう一人のね自分の疑似パートナーのために1分の1のサイズの,、まあ、あのドールちゃんが待ってるわけじゃないですかそのドールちゃんのために愛情を注いでいくってことによって、まあ、人間としての意思はね確かに存在してないんですけども、まあ、あのもしこれが人だったらどういう風にやっていこうかなっていう風なね、まあ、そういう風な人生の楽しみ方もあるんですよね。 これをね、ラブドール業界ではそのドールの沼に埋まるっていうふうに言うらしいんですよ。というのがねやっぱりこのフィギュアとかドールとかまさにね世話をすすすればるるほど人格がそこに乗り移るんですよ、ね、例えば一緒にお風呂に入ってこうね拭いてあげるとまるで「ありがとう」って言ってくれるような感覚に陥ったりとかねプレゼントを買っていって本当にこうケーキを買ってね誕生日をめでとうとかやるといや本当に一緒に誕生日を祝ってる気になって自分の人生の中に。 この地球上には存在しない人間ではない人間みたいなパートナーが自分の人生に参加してくるんですよね。で、その人の、まあ、人っていうかね、ドールちゃんの名前を付けたりとか、で、何歳なのかっていう人格をつけたりとか、趣味とか趣向をそこに埋め込んだりとかして、それに応じた自分が声かけをしたりとかね、それからそれに対してどんな返事が来てるのかってことを想像したりすることによって、自分の中ではバーチャルな世界が息づいていくんですよね。それによってね、なんとね、 仕事に張り合いが出てきたとか今日は彼女との約束があるんで買いますとか言ってからね残業せずに帰ったりとかっていう演出をしたりとかで人生が彩り豊,彩り豊かにまあなんかねん高められていくっていうのは、まあ、そういうことなんじゃないかなと肌たに見たらね気持ち悪いかもしれませんけどもでもねやっぱりバイクや車が好きな人はバイクをピカピカに磨いたりとかねえいろんなパーツを付け替えたりとか もういつまでたってもバイク維持してるようなねまあそういった人もいると思いますけどもそれと似たような感覚じゃないかなと思うんですよ。お新しいパーツが出たからうちのバイクにつけてみようかなみたいなやつとかね。うん、でフィギュアっていうのは結構ね気軽に楽しめるその娯楽なんですよ。私も結構ねフィギュアとか道路の沼にはまってるんですけども私の場合はねこういう風なねカンフーとか戦闘意欲をこう高めるというかね。これは ジジョョの冒険なんんでですすすけどもこれもね結構細かい動きするんですよあんまりこのポーズが気に入ってるんで動かしたくないんですけどもつま先まで動くんですよねこうやってねすごいでしょ <laughs> で、まあ、いろんなシーンを再現したりとかねこう空を飛んでるところをやってみたりとかねで顔とか手とかパーツ付け替えることができるんですよ当然人間と同じ可動部がありますのでこういうふうなねあのポパイの <laughs> ポーズをやったりとか こう蹴りをね。おりゃあって感じでね。突き出してみたりとかね。ポケットに手を入れることもできるんですよ。それからビシッと矢印を出したりとかね。手を付け替えることによって。結構これね。一日中楽しめるっていうかね。も私も結構やばいなと思ってるんですけども。でも趣味で一人で人生を楽しむっていうこういうことなんだろうなと思います。うん、きっとですね。あの皆さんもたかさんもね。 自分だけのの世界っていうのを持っててい持ると思いますそれはある意味「あのルパン三世」の主題歌ではないですけども男には自分の世界があるってやつですよね。<laughs> 自分にしか分からない自分だけのワールドそこには他人が介在しなくても全然大丈夫みたいなところ一人で温めてる世界ですよね。で YouTube、っていいううののはそういう一人の世界を表現すするることもできるんでできんん楽しいですよねだからラブドールちゃんの動画も、まあ、何本か上がり始めて、まあ、YouTube の規約上ねちょっとアウトになることが多いんですけども。 でもね自分はこんな豊かな暮らしを送ってますみたいな感じで、まあ、顔出しとか名前出しとかでやってる人もいてその人は一度きりの人生を最大限楽しんでるんだなとそして楽しんでることを誇らしく表現するんだなと思います自分の楽しいい人生を,そを隠すす必要はないんですよ自分と同じ境遇の人でもこんなに豊かに喜び満ちた人生が待ってるんですよっていうことは多くの人に希望を与えるもんだと思いますしね 私はそういう人がもっともっと増えればいいかなと思って YouTube の発信を続けておりますまあ宇宙人を追えみたいなシリーズももう私みたいなのがねもう勝手に町のいろんな資源を使って UFO の秘密基地だとかね優勝の怪文書だみたいなのねやっていくのがまあ割と好きだなってことなんですよはい補足動画でやりながら私の話ばっかりしちゃいましたけども133話の補足動画 うん今回ね132話ではタカさんフリートークみたいな感じでやってくださいましたけども私もちょっと方向性を変えてね今回はあの YouTube の講義みたいな形で気になる男シリーズ気になるお金ってやつをやってみました YouTuber が稼ぐお金どのぐらいのものなのかこれはチャンネル登録1万人を超えたからこそ私の見える景色でお話しすることができます ただしチャンネル登録10万人の景色は私は経験がありませんので全く語ることはできません。それこそ10万人の人が嘘か本当かわからないけども喋ってることをあるところは信用してあるところは本当なのって思うしかないっていう感じですよね。でもやっぱり自分自身が1万人を言ってきたってことは3000人時代も5000人時代も8000人時代もあったんでね、それぞれのフェーズのことは見えてくるかなってところはありますね。だからまだね、チャンネル登録1000人になってない方って見えてないものがたくさんあるんで、 くじけないでいででほしす多分ねやればやるほどね、まあ、くじけるところに目を向ける人もいちゃうのかもしれませんけどもでもこんないい世界があるんだよってことをうん,なんか先行したね私たち YouTuber があの励ます意味でどんどんこれからもね紹介していきたいと思うんですよね。はい、えー、でその他ですね、えーまあ、いろんなことを一人で考えることも大事なんだけどもこうやって一人で考えたことをこうやってやり取りするってことによって二人の考えになっていくと。 で、そこに新しい人が入ってくると3人の考え、4人の考え、そしてユーチューバー独自のその世界っていうのが広がるのかな。つまりユーチューバーの沼にはまるってやつですよね。<laughs> ぜひね、YouTube の沼にはまって、もう抜けられなくなってほしいなと思います。で、今回たカさんはブログの方もね、やってるっていうことなんで、すごいですね。あの、 マルチメディアっていう考え方です。YouTube をやったらその YouTube やったことをブログで紹介するとかメルマガで埋め込むとかね。マルチタスクでマルチメディアをやっていくと結構作業増えて大変になっちゃいますんで管理ができるフェーズでやっていければなというとこにでございます。無理のないようにやってください。まあ今回お話ししたいのはそのぐらいですかね、うん。まああとはちょっと私のフィギュアの紹介を。あの,あの私のデスクの前にね、ちょびっとだけなんですけども、まあこんな形になってね、タ太郎くんがいて、 こには何か知らないけども、ラブライブかなんかのね、あの、女の子がいる感じですか、これね。で、もう一つ、これは動かないんですけども、固定の座り、座ってる形のね、女の子いますよね。まあ、こんな形で、私の YouTube 活動を見守ってくださってます。まあ、どれもこれも最近買ったもんなんですけどね、ここ3ヶ月ぐらいで。うん、なんかそのフィギュアってね、割と楽しいですね。 うん、まああの私の持ってるフィギュアっていうのは着替えこそできませんけどもいろんなこう可動部があるんであの動くところがねかいろんなポーズをしながらなんかこうファミリーみたいな感じでスタッフみたいな感じでやってますね場合によっては今度はね出かけ先でもいろんな風景とともにこういったフィギュアを撮影することによって、えー、なんか面白い画像が撮れないかなとか思ってますけどねでショート動画にこういったフィギュアをたくさん出していこうかなっていう企画も 考えてまますので早速ももやるかもしれませんご期待くださいそれでは補足動画は以上でございます。今回は本編も補足動画も今までのストーリーを断ち切るようにですね、勝手なことを喋らせてもらいました。あこれに対してまたタカさんからの返信楽しみでございます。それではお疲れ様です。